普通のベッド。だいベッドとこれあれになってるってことは、白色のベッド。えー、頑張ってください。ありがとうございます。ああ、白色のベッド。はたして一体どれですかね羊毛ときが3個ずつあればできますよ。なるほど。なるほど。あくるみさん落ちます。また来てください。ありがとうございます。えー、羊毛とき、羊野郎を倒せばいいってことですね。倒しましょう。えー、初めての狩りですね。 えー、夜で歩くのは少し怖いですが、たぶんね、でもこっち行ったら、たぶんベッドあったような気がする俺これ、1個置いてやってんけどな、確か。ええー、1個置いてあったんですよ。羊毛と木が3個ずつですね。なるほど。え、うえ、あっ、<laughs> あれ、先輩、僕、ベッド置いちゃったんですけどね、ここに。ダッシュできないですね。これな、お腹空すいてからダッシュできんのちょ、勘弁してもらっていいですか、頼むから。頼むから、 あ、同じ色の羊。なるほど。あれはニワトリやな。あれベッドあったのにな。俺取ったんかなもしかして。もうええかしゃあないな。で場所だけちゃんと覚えといて。あとはだか羊を。羊を探しに行きましょう。ベッド作ろう先に。ええー、このままだとやばい。やつらが襲ってくる。マジで。で羊を倒したついでに。あそれ豚たおるやん。あれ取って。肉焼いてく豚たいんですよね。そういうことですよね。よし。 さすがにねちょっとお,お腹すいてもなんもできないんで、えー、さっきこいつ倒しましょう豚さんお祈のちょうだい <laughs> かわいいなえい当たんないあ,あすいませんすいませんでしたこれであ生の豚肉ゲットしたもうちょっとなんかおらんかなこれほんまあれっすね帰る場所を覚をえとかなあかんなこれで明るくなってきたから大丈夫でっすねこのこれ何これなすびこれ なにこれなんか手にいれた。ナスビ手にいれたんやけど。<laughs> あっせ手にいれたやんなるほど。ええ、こいつらもうだからろうと思ったら。うおえー、こんにちは。もうやめろや。そういうのずるいってマジでほんまに。明るなってるやん。明るなってんのになんであなた消えないのそういうの僕ずるいと思うんですよ。ええ、ずるいと思う。 さあ、ちょっとついでにこいつもタランチュラまたおるやんこいってマジでえー、つどういうことふりですかそれはまあねこういうのは食べて学ぶのが一番いいと思うんですよ僕ええー、先人たちもねそうやってきてようやく僕らが食べれるものを増やしてくれたわけですからええー、<laughs> べればってことは食べろってことですもんね僕はそういう解釈をしますええー く雲を倒すすべがないんじゃないかと,うということでですね<は>とりあえずひとまずベッドベッドを作りたいマジでベッド作りたいえー、っとずっとこっちの方向に来てるからその方向に帰ればいい羊さんはどこですか羊さんはおなんか紫の植物生えてるこれ食べれるんでしょえな、ー、にこれ <coughs> こういうとこ入っていったらだから鉄があるってことですかあ終わっちゃったわなかったわ。<laughs> ああ、石炭取れればそっちの方がいいですね。なるほど。かまどの燃料は木材をクラフトして、昨日、板にした方がいいですよ。へえ。ー。なるほど。昨日、板にした方がいいんですかわかりました。か,かまど、一時、木、くべるのは間違ってるということですね。なるほどね。有識者がいっぱいいて、助かるわ、ほんと。しか、おったよし。やつをね。やつを。やつを借りたい。 お <laughs> ったぞついについに羊を見つけましたええー、こいつはレアキャラなんでしょうかえー、羊はどうなんでしょうか一匹しかいてませんが果たして一体これで3つも取れるんでしょうかえー、4つになりますなるほど節約なるほどなるほどいおいっうれっよしなにこれあこれでベッドが作れるんかなるほどで今羊毛が2つしか入っておりません羽羽羽羽ではないよね羊毛って言ってたもんね 持ってないね生肉しかゲットしてないねこれはこれでどつくからあかんってことまあ、しゃあないねもうっかい探せばいいにわとがいっぱいおるニワトリあこんにちはよしとりあえずとりあえず食料確保やえいほーようできたゲームやね本当に <laughs> 僕はねこういうゲームがすごい大好きで実ははい、あ、建築するとかね街を作っていくとかいうゲームがすごい大好きで 今までなんでマインクラフトをやってなかったんかってね、正直思ってたとこはあったわけですよ。ええ。で、昨日一1時間ぐらいやって思ったことは、面白い <laughs> ない。何ですか、これ。ええー、これ、戦争すんのこれ、もしかして。あ、豚さんおる。豚さん倒そう、とりあえず。え、村、村、村は興奮するとこなんですか <laughs> ちょ、待て。おい、おい、おなこいつ、ラグいらな、なんか。よし。 めっちゃラグかったぞ、今。村は興奮するとこなんですかベッドあるんじゃどういうことですか村にベッドあるんですかそんな借りれるんすか <laughs> ベッド貸してーみたいな感じで行けるんすかなんかよくわかんないですけど。<laughs> ええ。探せばありそう。あ、ベッド盗んだらいいんか、てか。<laughs> 待てこらうらっ、おらっ、おらっ、おら,おらなんかすげえラグいんですけど、気のせいかな。いや、ラグくなかったわ。オ k ケー。よーし。でー、 ここの家を乗っ取ればいいんじゃないんてかそれはなし <laughs> チャンネル登録よろしくお願いします <laughs> え何なにこいつ絶対とどついたあかんやつ猫ちゃんね猫ちゃん先生ちょっとょ僕のとこに来ないあベッドあるやんちょっとのいてよ <laughs> これはどうしたらいいんやろ